はい、おはようございます。じゃあ今日の授業始めたいと思います。第4回人工知能のプログラム、残すところあと1回になりましたけれども、についてちょっと基本的にその、僕の専門が人工知能なんですけれども、今日は、うちの会社の古川君という専門家の方に喋ってもらおうと思いますが、軽く最初紹介すると、今日皆さんに伝えたいメッセージはですね、ちなみに言っておきますけど、まだあんまり日本の学会ではみんながこうだと思ってない、ことなんですけれども、人工知能はコンピューター超えるというのがまず一つ大きなメッセージですね。で、どういうことかというと、人工知能とコンピューターは実は全く違うものなんですよ。なんか、ここがよく誤解されてですね、人工知能とコンピューターってなんか同じものに見えるんだけども、本質的に全く違う。ただし、間違いなくコンピューターの先にあるものなんですよ。ちょっとイメージしにくいかもしれないですけど、例えば手紙と LINE は全然違うもんじゃないですか。もしくは手紙とスマホは全然違うもんじゃないですか。例えばこれが、これ手紙。あ、見えるか。これ手紙。これスマホ。全然違いますよね。だけど、やってることは、手紙書くんじゃなくて、LINE するとかメール書くとかっていうふうに同じことをやってる。だから、人工知能っていうのも、コンピューターと違うものなんだけども、コンピューターよりもさらに先にあるものなんだというふうに思ってください。ただし、今のところ、多分これからもそうなんですけど、人工知能を育てるためには絶対コンピューター必要なんですね。コンピューターを道具として使って人工知能を育てると。そしてコンピューターよりもすごいものができると。で、つまりですね、これから先人工知能の良きパートナーとなるためにプログラミングが必要なんだという主張です。で、何を言ってるかっていうと、人工知能って言葉の定義いろいろあるんですけど、今現在普通に人工知能って言った場合は、ディープラーニングというものを使ったものになります。で、これはGoogle が作った AlphaGo という囲碁ですね。囲碁を、攻略する、人工知能で、実は囲碁の攻略って、僕もなんか昔ですね、10年ちょ、10、10、20年ぐらい前かな、20年ぐらい前に囲碁のゲームとかやってた、作ってたとかあるんですけど、頃ってまず囲碁ってすごく難しくて、勝ってるか負けてるかですら、なんか、アルゴリズムで判定できないんですよ。で、しょうがないから、なんか、その頃は、だから囲碁ゲーム作っても、本当に勝ってるのか負けてるのかよくわかんないっていう、かなり中途半端なものしか作れなかったんですね。例えば、任天堂で、そのゲーム機を、ビジネスにした、任天堂社長やってた山内さんっていう方は、実は囲碁の名人で、その囲碁をちゃんと作れないから、ファミコンとか任天堂 DS では囲碁ゲームが出なかったって言われてるんですよね。つまりそのアルゴリズム的なものではできないと。で、今の人工知能ってのは、じゃあその時、絶対作れないと、アルゴリズムでは絶対作れないと思われていた、その囲碁の勝敗を判定するだけじゃなくて、囲碁で実際人間に勝つってとこまでできるようになっちゃったと。で、それは一体何をやってるかっていうと、アルファ碁ってただひたすら碁盤を見て、で、この盤面の展開で最終的に勝ったか負けたか、だけから逆算して学習して、この盤面だと負けるんだよなとか、この盤面だと勝つんだよなってことをひたすら学んでいった結果、人間に勝つことができた。だからそこにロジックはないんですね。理屈はない。で、これはうちの会社で作ったロボットなんですけど、このロボットは障害物を避けて進むんですよ。で、こんなん普通じゃん。この2日目に今井さんがやってたやつと一緒で普通じゃんって思うかもしれないけど、今井さんが作ったやつ、あれプログラムで避けてましたね。プログラムを書いて避けると。なんか壁があったら避ける。これね、違うんですよ。これプログラム一切使ってなくて、基本的にはニューラルネットワーク、人工知能ですよ。ニューラルネットワーク人工知能ですけど、ニューラルネットワーク人工知能がなんとなく嫌だなと思ったらそっち行かないだけです。だからこれはアルゴリズムが一切ないのに、意地悪してさっきとこの配置が今ここに、ここら辺にないですよね、柱が。意地悪して配置をこう変えても、ちゃんと、なんか、
変なもんあるなって勝手に解釈して、で、避けるんです。だからアルゴリズムがないのに避ける。だから逆に言うと、なんで避けてるのか分かんないですよ。プログラマーからすると。なんで避けてるか分かんないんだけど、あ、避けてくれると。じゃあこういう人工知能をどうやって作るかっていうと、これを作るためにはプログラムが必要で、これは今のロボットが見えてる世界を、昨日説明して、あの大前さんが説明してた Unity の上で、シミュレーションして、その障害物に当たったら嫌な気分になるっていう環境を作って、それで人工知能をトレーニングしてるんですね。で、まあ、だから障害物に当たったらダメだよっていうことだけは教えてるんですよ。ただ障害物に当たるっていうのはどういうことかっていうのを直感的に理解して、まあ、かつ例えばどういうふうに最短距離で行った方がいいとか、なんか早く行った方がいいとか、どういうふうに動くのかってことを、まあ、教えて、で今の人工知能っていうのは基本的には全部コンピューターの上で動いてるんですけど、実はもうすでにコンピューターがいらない人工知能っていうのが実験のレベルでは生まれていて、まあちょっと難しいことなんだけど、まあ多分中学か高校のなんか理科か物理の時間で習うと思うんですけど、解析光子って言って、光が入ってきたらその光に細かい傷がついて、ガラスに細かい傷がついてて、それによってこう光をこう意図的にこう、ま、曲げたりとかして、で入ってきた光がうまく分散させた。これ何やってるかというと、この上の方はこれが一番手前の、ガラスです。でこのガラスに細かい傷がついていて、でこの層を 何枚かガラスがこういうふうに重なっていて、これをずっと取っていくと最後ここ、実は10種類の出口があるんだけど、その例えばここに数字の4とか見せたら4番目のところが明るくなるとか、5ミスは5番目が高くなるとかっていうふうに学習させたもの。で、これだと僕全く電源がいらないですね。で、これはまあ、これは数字をやるやつで、こっちはなんか服を見つけるやつで、で、この最後はこれも大体1000種類ぐらいの画像を判別するやつが、このぐらいのサイズで作れるというようなもので、ほぼ、これだとほぼ電力がいらなくなると。あ、間違った。そう。まあ、というわけで、だから実はその的に戻ると違うもんなんですね。そして、まあ、人工知能パートナーとなってもプログラミングがいりますよということで、じゃあ早速古川先生の方にバトンタッチしたいと思います。これよ、声聞こえた。じゃあ古川先生お願いします。あ、どうも古川です、よろしくお願いします。待て、声聞こえてる。あ、声聞こえてない。声聞こえてない。あ、わかんない。ごめん。もう一回、聞こえてるか。あ、声が小さい。俺がミュートした。大丈夫。うん。じゃあ、ありがとうございます。じゃあ、これから第4回のプログラミング講座の、講義を始めようかと思います。最初に、ちょっと画面共有しちゃいますね。画面共有できてますでしょうか。どうかね。あ、なんか声が聞こえなくなった。はいはい、できてます。あ、声聞こえた。あ、そうか。周りから聞こえた。じゃあ、始めますね。はい。まず初めに、ちょっと講師紹介ということで、名前は、古川と言います。仕事は、携帯電話のアプリを作ったり、人工知能の研究したりしています。で、本も書いておりまして、今年書いた本ですと、人工知能で、ソニックのゲームを攻略させたり、マインクラフトを攻略させたりみたいな本を書いたりしていますと。で、次と。結構質問があったので最初に紹介しますと、プログラミングを始めたきっかけはということなんですけど、自分の場合はもう小学校の頃はファミコンばかり遊んでたので、その延長上でこのファミリーベーシックというファミコンのゲームを作るための、ソフトが出てたので、これが、プログラミングの始めになります。その頃出てた本が左下の本で、ゲームの攻略本みたいなのが当時のプログラミングの本でした。これ自体はあの高橋名人という有名な方が書かれたすごい名著ですので。で、次ですね。で、その後はと言いますと、まあ、新しい端末が出るたびにその端末と会話するために新しいプログラミングを覚えていきました。一番左のが
パームと呼ばれる、ペンで、書く端末なんですけど、まあ、Apple Pencil より、まあ、10年以上前にもうこういうのは出てましたと。で、真ん中のがラピュータという、これも1990年代のコンピューターですけど、時計型コンピューター。そして一番右は多分知ってると思うんですけど、マインドストームという、レゴのブロックを、プログラミング動かしちゃおうというので、これも自分が学生の頃からだから多分20年以上前からありました。という感じで。で、自己紹介は終わりまして、では始めます。最初に、人工知能と聞いて何を想像しますか？まあ、さっきもちょっと清水さんに出てきたんですけど、まず初めに思い浮かぶのが2017年、人工知能が囲碁で世界最強の棋士に勝利したことがやっぱり、記憶に新しいんじゃないかと思います。まあ、それまでもう勝つまで10年以上かかると言われていたのは急に勝利したというので、世界中で話題になりました。その後も人工知能の進化は進んでいます。2019年、人工知能が e スポーツでプロのトッププレイヤーに勝利しました。スタークラフト2と、あとなんだっけ、ドータ2で、勝っています。もう e スポーツで勝ってしまったんだから、もう人工知能に勝てないものはないと思った人もいるかもしれないんですけど、まだまだ人工知能にはできないことがすごいたくさんあります。それで最近で開かれているのが、まあ、マインクラフトを題材にした人工知能の競技会が開かれています。結構マインクラフトは人気のゲームですけど、人工知能にはものすごく難しいゲームになります。なんか建物を作ろうとか、アイテムを作ろうと想像すること自体がすごい難しくて、先読みする力は人工知能はすごい獲得したんですけど、この想像する力、なんかコミュニケーションを取る力みたいなのは人工知能にはまだまだ全然ないので、これからこのマインクラフトを攻略するような、人工知能、世界中の研究者たちが、いろいろ考えて研究していくことになるかと思います。ということで、ちょっと人工知能の歴史見ましたけど、こういう人工知能を育てるにはどうすればよいでしょうか。これが、今回の講座の、メインテーマになります。人工知能を育てる。人工知能を育てる学習法には結構いろいろあるんですけど、今回は、強化学習という学習法について説明します。この強化学習は、先ほど紹介した囲碁とか e スポーツで攻略した人工知能もこの強化学習によって学習しています。今回は前半ではこの強化学習とは何かについて説明した後、後半戦では実際にパソコン上でデモを行い、その学習の様子を見てもらおうかと思います。では、ちょっと強化学習に入る前に、まず最初に知能とはを軽くちょっと考えてみようかと思います。知能とは、このジェフ・ホーキンスなんという、ちょっと前、パームという、端末を作ってた会社の創始者の方の 本なのですけど、この方の本に書いてあるのに、からよりますと、今までの記憶から未来を予測する力、それが知能である。つまり学校で、勉強してテストでいい点を取る。これは知能ではない。まあこれもいいことですけど、知能ではなく、実際にそれによって未来を予測する力を手に入れるのが、この知能ということになります。だから人工知能もこの未来を予測する力をどのようにして手に入れるかが、この人工知能の、進化。どれぐらい進化したかということの測る、目安となります。ちなみにこの、ジェフ・ホーキンスさんの考えるのを考えるコンピューターは、2005年ぐらいに出た本ですけど、まだ人工知能が全然流行ってない時に出た本ですけど、今読んでももう人工知能のことについて、すごい詳しく書いてあるって、自分もこれで始めた本なので、人工知能を始めたい人はこの本がおすすめです。最初に読むなら。で、次で。で、その、未来を予測する力を手に入れるための学習法として、強化学習があります、強化学習を一言で言いますと、人工知能が、試行錯誤によってどのような状態の時にどのような行動を取ればより報酬を多くもらえるかを学ぶということです。結構文章で言うと難しそうですけど、簡単に言うと子犬に芸を覚えさせるのと同じです。
ちょっと皆さん、子犬に棒を拾ってこさせるのをイメージしてみてください。最初に、ご褒美を見せてから、ちらつかせてから、棒を投げてみます。すると、子犬は何をすればよいかわからないので、まあ、飼い主の方を見たり、歩き回ったり、いろいろやりますね。そして、そのうち棒を拾うことがあります。そしたら、すかさずご褒美をあげます。つまり、これを繰り返すうちに、この子犬は、こういうことをしたらご褒美をもらえるという、最善の行動を覚えていきます。これが、教科学習の仕組みと同じになります。ちょっと戻って、教科学習の説明をもう一回見てみますと、人工知能が試行錯誤によって、どのような状態の時に、どのような行動をとれば、より多く報酬をもらえるかを学ぶというのが教科学習でした。これを、子犬が芸を覚えるに当てはめますと、子犬が試行錯誤によって、棒が投げられた時に、棒を拾う行動をとれば、より多くのご褒美をもらえることを学ぶということになります。つまり状態が棒が投げられた時、行動が棒を拾う行動、報酬がご褒美にあたります。で、前半戦のまとめですけど、教科学習のまとめで、状態、行動、報酬のルールを決めて、学習を繰り返すうちに、報酬をもらう最善の行動を覚える。これが教科学習になります。この状態、行動、報酬が重要なので、ちょっと覚えておいてください。これで前半戦を終わりまして、実際に後半戦、パソコンで、人工知能を学習させてみるということで、実際に学習させてみようかと思います。実際に人工知能を学習させるときに何を使うかといいますと、Unity です。ゲーム開発の定番のツールですけど、人工知能でゲーム開発するというと、ちょっと不思議に思うかもしれませんけど、人工知能を学習させるには、まず最初に人工知能を学習させる学習環境を作る必要があります。まあ人間でいうとジムとか学習塾とかそういう感じですね。その人工知能を学習させる学習環境、まあ一種のゲームを作って、そのゲームの攻略を人工知能が学ぶということになります。しかも Unity には Unity ML Agent という人工知能の学習を行うプラグインも用意されています。これを使うことで、Unity には人工知能を簡単に、学習する環境を整えることができます。この下のたくさんあるのは、学習環境の最初から用意されているサンプルになります。ちょっといくつか学習環境のサンプルをちょっと実行してみようかと思います。最初の1個目が 3D ボールという名前の、学習環境で、これは、人工知能のこの頭の上でボールをバランスをとって、なんかボールを落とさないように頑張るという、学習環境になります。頭が、頭が12個ありますけど、12人の人工知能がいるわけではなく、1人の人工知能が、分身して、12人で学習するという環境になります。ゲームの環境内なので、分身することで、この今回であれば、まあ、12倍の速度で学習させることができるという。人工知能の学習ではよくこのように分身して学習することがあります。まあ、ジャンプの漫画でいうと、ナルトが影分身で学習するみたいな、訓練、授業するみたいなのと大体一緒になります。では、学習を開始してみます。最初のうちはどんどんボール、落ちてきます。どうやると、ボールが上にとどまってくれるか全然わからないので、頭いろいろ動かしてます。頭いろいろ動かしてるけど、そのうちにこうやると、こういうボールが動きの時にこうやって頭をやると、どんどん残るんだなというのを徐々に覚えていきます。ちなみに報酬はどれだけ頭の上に、ボールを乗せ続けられたからかで、長い時間乗せ続けるほど報酬がもらえるという設定になっています。最初の頃はどんどん落としていたんですけど、徐々にボールが真ん中の方に残ってるかな。うん。結構残ってきました。これぐらい簡単な学習環境であれば、まあ1、2分ぐらいで
覚えてしまうみたいな感じになります。うん、もうだいぶ真ん中の方になってきたので、もうちょっとかな。でもまあ 目に見えて最初の頃とは全然違うのが分かるかと思います。じゃあちょっとこれぐらいにして次に進みます。もう一つのはサッカー環境です。この人工知能対人工知能で対戦して学習するという環境になります。この学習法はセルフプレイと呼ばれる方法で、左の青いのが自分自身です。学習している人です。右の方が過去の自分の最強の自分と戦います。この最強の自分を乗り越えることで、どんどん、永遠に強くなっていくというような学習法になります。これも隣にちょっとサッカーボールが出てたりするんだけど、たくさん分身して学習しています。という感じですということで、ちょっとデモを見たので、次は実際にこの、Unity ML エージェントを使って、人工知能に棒を拾ってこさせる芸を、覚えさせようかと思います。最初に学習環境を作成します。学習環境なので、まず、庭を作りますと。庭を作った後は投げる棒をちょっと用意します。そして、子犬も用意します。この子犬は本物の子犬と違って動きません。ぬいぐるみみたいなもんです。足に関節、4本足に関節が2つずつあります。人工知能にこのぬいぐるみを操作する方法を学ばせます。この人工知能がこの犬の関節をどうやって曲げればこの犬が動くかというのを学ぶことでこの棒を拾うというのを覚えさせようかと思います。で、この物は置いたので次に学習環境の要素を設定します。これは前半戦で、出てきた状態、行動、報酬の3つです。これをUnityのプログラムによって設定していきます。まず今回状態として設定するのが棒の方向ですね。棒を投げたときに棒の方向さえ分かればこの犬は、そこに走っていくことができます。これは本物の子犬と同じ時の、状態になります。ただ子犬はまだ本物の子犬と違って、歩き方を覚えてません。立ったり歩いたり走ったり、そういうのができないので、さらに、この現在の足の関節の曲げ方も、情報として知る必要があります。現在足がこれぐらい曲がってるから次の行動として足をこれぐらい曲げれば走るんだみたいなのを人工知能に覚えさせるためです。で、次。行動はと言いますと、足の関節の曲げ方。人工知能は先ほどの棒の方向と現在の自分の体の関節の曲げ方から次にどう足とかの関節を曲げれば、そっちの棒の方に走っていくかというのを考えてもらいます。そしてもう一つ、報酬。まずは棒を拾ったときにプラス 1.0 の報酬を与えます。本物の子犬のときにはお菓子とかそういう、なんか甘いものでご褒美とか与えたりすると思いますけど、人工知能の場合はこの 1.0 というスコアで与えます。その時には 1.0 からマイナス 1.0 の間で、スコアを、報酬を与えます。これは本物の子犬と同じような報酬です。さらに、体と棒が同じ方向の時にプラス 0.01 を与えます。これはちょっと0をして、学習をより早くさせるために若干こういう、報酬を与えています。その体が棒の方向を向いてた方が棒の方に行きやすいからプラス 0.01 の報酬を与えています。そしてもう一つ、0.2 秒前にマイナス 0.001 という報酬を与えています。報酬でもマイナスの時には、実際の世界の場合だと叱ったりとか、罰を与えたりみたいなのが、マイナスの報酬になります。つまり 0.2 秒前にマイナス 0.001 を与えることによって、早く棒を拾った方が、報酬がよりたくさんもらえるということになります。競馬でいうと、なんか馬を鞭で叩くみたいな、そういう感じの、報酬になりますと。
ということで、この3つを揃ったので、実際に学習を実行してみましょう。では実行。これが実際に学習を実行している画面です。環境を分身させて、上空から眺めています。ちょっと小さいですけど、それぞれの庭に、子犬がいまして、棒に向かって走っていって、棒まで行ったら棒がランダムな位置に行くっていうのを繰り返しています。ちょっとまだ学習開始し始めたばかりですけど、実際にちょっと近くによってどんな感じか見てみましょう。よいしょ。とりあえずまだ学習開始です。まだちょっと立つのもままならない、歩くのもままならない状態で、とりあえず動いて何かしようという感じです。人工知能は学習開始の時はもう完全にランダムに動きます。いろいろ動いてみて、なんか報酬、どうやったら報酬もらえないかなというのをとにかく探すというのが、人工知能の最初の状態になります。頭が空っぽな状態ですね。で、次。ちょっと1時間ぐらい、学習させてみます。ちょっと今日は時間ないので早送りして1時間後の様子を見てみましょう。よいしょ。では、1時間後の学習結果です。最初の頃よりだいぶ走るのが様になってきました。でもちょっと棒には気づいてなさそうな感じです。でも明らかにまあ最初の頃よりはもう立って走っていろんなものを見つけては走るみたいな。まだ棒まで行くとなんか報酬もらえるっていうのは覚えてなさそうです。でもこれだけ動ければまあ棒にまで行くのも時間の問題かと思います。それではもう1時間だけ学習させてみましょう。でもまあ実際には1時間かかるんですけど、ちょっと早送りして出来上がったものを見てみます。ではちょっと投げてみますと、ちょっと今のは近すぎたので、帰ってきたらもう一回投げます。ちょっとなかなか帰ってきてくれないけど、ちょっとお待ちください。もうすぐ帰ってくるかな。帰ってきました。で、棒を離してもらって、ちょっと遠くの方に投げてみます。はい、投げました。で、棒を見つけてくれるかな。ちょっと向こう行っちゃったかな。帰ってきました。棒を見つけましたということで、ちゃんと棒を見つけて、棒を拾って、来てくれるようになります。2時間ぐらいの学習で、こんな感じに、こういうのが走って、学習、棒を拾ってくれるようになりました。ということで、学習成功ということで、こんな感じで、人工知能は、学習させるというデモでした。では、最後に、ちょっと人工知能の育て方のポイントをちょっと一個紹介して、終わりにしようかと思います。人工知能の育て方のポイント、それは、褒めて伸ばすことです。結構早く棒を拾ってきてほしいからといって、あれやってはダメ、これやってはダメとか、マイナス報酬をたくさんやってしまうと、どんな行動をとっても、なんか叱られると思って、最終的には何もやらなくなってしまいます。そのため基本的には褒めて、叱るのは最小限で抑えて、褒めるだけで、うまくいくような行動を取らせるっていうのが、まあ、育てるポイントになります。ということで、今回の講義は以上になります。じゃあ Q&A。じゃあちょっと共有終了します。古川先生、ありがとうございました。はい、じゃあなんかみんな、質問とか、なんか、まあ、講義の内容、関係あってもなくても、あったらチャットに書いてください。お、来た。犬を育てるときの報酬に骨までの距離を入れないのはなぜですか？骨までの距離も入れてもいいんですけど、なるべく情報は少ない方が犬は学習するので、入れるっていう学習方法もありますけど、なるべく少なくするので、今回は距離は入れませんでしたみたいな感じです。報酬の数が多いのはなんで良くないんだっけ？たくさんあるとその人工知能がどの情報を見ていいか分からなくなるので、学習に時間がかかってしまう。
なるほどね。はい、YouTube の質問を読み上げます。人工知能を作るソフトで無料のものはありますか？今紹介した Unity ML Agent というのが無料の、人工知能のツールになります。まあ、Unity も無料だしね。個人向けであれば。無料だね。ただ、そのマイクロソフトとか Amazon とかのやつを使うとお金がかかるのか。あ、そうだ。アーバー使うとね。次ですね、別のやり方で育ったモデルを合体させて良いモデルを作れるんですか？ああ、今のところまだちょっと合体はうまく学習できなくて難しいんですけど、そういうことを研究している人もいます。うん。今のやってみたいからどうすればできますか？これあ、何の？あ、今と同じものがやりたいんだって。あ、じゃあ例えばさ、じゃあ僕説明しようか。うん、要は、今の犬さん育てるのをやりたいという話で。じゃあちょっと待って、もともとは Unity にブログで紹介しているものなのですけど、それがちょっと Unity ML Agent の昔のバージョンだったので、最新版にちょっと更新して使ってみました。じゃあ、古川君が配ればいいんじゃないあれを配っちゃまずいね。一応 Unity 公式のだから、ちょっと確認してからじゃないと、あれか、うん、まあ、まず Unity だと。Unity で検索して、Unity。で、Unity 今ダウンロードするでしょ。これか。個人向けで、まあ、このスチューデントでもパーソナルはいいんで、まあ、皆さん子供なんで、あ、18歳以上なんだ。じゃあこれかな。どっちもいいと思うけどね。これダウンロードして、で、その後、Unity ML Agent。ユニティブログのなんか、コインとか検索すればあるかな。コイン。あ、一番上のだ。上？うん。あ、これは違うやつ。あ、それだ。古川君のノートにまとめれば。あ、そうだね。じゃあ、まとめます。古川君のノートは、コンパカで検索するのあ、多分、あ、出てくる。じゃあ、それちょっとまとめます。NPAKA なんで、ここに結構面白い話いっぱい書いてあるから、人工知能に関して。Unity に関しても。なので、ぜひチェックしてください。後でここにアップロードすると。うん。じゃあ、ここで紹介します。今日まとめてくれたら、僕がみんなに通知するから。了解。人工知能のプログラミングで作ると何行ぐらいですか？ああ。簡単なものは簡単なんだけど、これの場合はゲームを作る感じになるから、ゲームを作るのに何行かみたいな話になってしまいますね。ゲームの方が難しいよね。人工知能はプログラムは長くないので。ゲームを作った後、その状態と、コードと報酬を設定するだけなので、人工知能はそこだけなんですよ。ゲームの方のシミュレーター作る方が時間かかります。うん。だから人工知能ってなんか恐ろしいほど簡単なんだよね。プログラムそのものは。例えば、僕ちょうどいいスライド持ってたの。例えば、そのアルファ号のプログラムって、ホワイトボード1枚に貼れる。これはアルファ号のさらに進んだアルファゼロなんだけど、これは囲碁の部分を含んでないですよ。囲碁のゲーム入ってないんだけど、だからね、これめちゃくちゃ短いですよ。あんな難しいことができる割には、多分全部で600行もない。だから、あ、パン屋が来ちゃった。はい、じゃあ次は、あ、ギリアって何ですか？古川君答えてください。人工知能によって幸せな社会を作ろうという会社ですね。合ってるかな。怪しい。怪しい。もう、なんだ。まあ、合ってる、うんうん。人工知能を普段は作って、いろんな会社に、納めている会社です。うん、人工知能を育てるのに難しいのは何ですか？あ、難しいのは、なんだ、
結構学習に時間がかかるので、報酬をこういうの設定したらどうだろうっていうので、結構待ち時間がたくさんあるのが結構大変です。だから、仕事にするとさ、仕事する時間がなくなるよね。待ってる時間の方が長いからね。あと何を落とした今。まあ、とにかく時間がかかるので、まあ、それが大変。パラメータたくさん設定してチェックしないといけないから、意外と結構1週間ぐらいかかったりとか。そうね、人工知能、まあ、ちょうど今、人工知能1日大体何時間学習させるんですかって聞かれたけど、1日で終わることの方が少ないから、まあ、最低1週間、仕事でやるときはもう1ヶ月とか2ヶ月とか学習させるから、その間やることなくなっちゃう。棒の種類を覚えさせることはできますか？できます。あとなんか、評価学習で人工知能を分身させた場合って何個ぐらいが適切ですか？もう一回、人工知能。人工知能を分身させ学習させたじゃん。なんかマシンスペックさえあれば、いくらでもたくさんという感じです。まあ、多ければ多いほど言われますよね、それはね。人工知能の政策において学ぶべきプログラミング言語って何ですか？とりあえず Python と C シャープを学べばこの Unity ML エージェントで遊べます。あと大体は Python でライブラリ提供されてるので、C シャープです。なんだ。他人のプレイを見せ続けるのと人工知能が繰り返しプレイするのはどっちがいいですか？他人のプレイを見せ続けると人間を超えることはできないんですけど、人間っぽい人工知能ができるようになります。人工知能だけでやると人間を超える可能性も出てくるという感じになるかと思います。そうだね。アルファゼロの場合、アルファ5っていうのが人間の、起伏っていうか、人間のプレイを見て学習させた後、自分たちで学習、自己対戦で学習していって、まあ、超えたんだけど、アルファゼロって言って人間の起伏を一回も見たことがない人工知能同士が戦った方が早く強くなってったっていう話がありますね。あとは、人工知能怒ったり反発することはありますか？怒ったりはないです。反発というよりかは、思い通りに言ってくれないってことはあります。まあ結構、に格闘ゲームとかで、ね、学習させた時も、もっと対戦したくて、もっと相手の方に近くなる方に報酬を与えたら、なんか前行ったり後ろ行ったりみたいなダンスを始めたりとか、そういう思い通りに学習してないくれないってことはよくあります。あとは人工知能が暴走して世界が支配される SF とかよくあるけど、現実的にそんなことはできるんですか？人工知能自体はもうツールなので、人間がどう操作するかなので、そう操作する人間が出てくるともしかしたらみたいなのもありますけど、所詮はまあ人間がどうするかになるかと思います。まあ、やっぱり映画とかだと、ロボットとか人工知能は悪役にされがちなんだけど、実際にこう作ってる身からすると、なんか悪用できたら逆にすごいって感じ。この植物みたいなもんだからね。なんか植物に支配された人間とかってなんかあんま想像つかない。なんだ。大体学習させる何日から何ヶ月かかりますか？大体。まあ物によるよね。だからサンプルでやるときはなるべくすぐに終わるようにするんですけど、大抵はまあ1週間か1ヶ月ぐらいはかかっちゃうこともあります。面白いこと聞いていくのにな。棒か鉛筆の違いをどんなふうにさせるんですか？夏の自由研究でできますか？ないと何？例えばさっき棒だったじゃん、犬は。それか鉛筆。違いってどうやって学習させるんですか？それは状態でパラメータを1個追加して、なんか鉛筆か、棒かっていうのをやったり、それか、まあ、画像として教えてあげるかの、まあ、何かしらで状態に追加することになります。そうだね。人工知能はなんか実は1回では全部説明できないね。コンピューターと同じくらいあれだって言ってるのに1回で説明しようとしたらちょっと無理があったかもしれないけど、ね、自由研究でやろうと思えばできなくないです。ちょっと何歳か分かんない。自由研究って言ってこれは中学生かな。
自由研究でできますかってね、ぜひ自由研究でやってほしいですね。実際僕は新潟で中学生に人工知能を教えたことあるんですけど、別に2日ぐらいで できてはいました、ね。今までで一番時間かかったのは何を学習させた時ですか？なんかね、エアホッケーは、ああ、まだ学習中みたいなので、よければもう1ヶ月ぐらいみたいなのありますけど、学習が完了するかどうかはまだ分かんないみたいな。なんだって感じだもんね。あ、まあ、理想通りの動きがするみたいな。まあ、失敗も入れたらもう永遠とかかります、ね。エアホッケーの動画あった？あ、今ないかな。でも俺持ってるかも。あるかな。古川君から直で送られてきたんだよね、多分。スラック。スラックだと思うね。これか。これで。なんかまあでも、あ、なんか古すぎて出てこない。なんかあれだね、本当は具体的な例を見せないといいんだけど、ちょっと今手元にないな。あ、今見つかったのでちょっと共有するか。これ古川君がエアホッケーを送る。これが何時だよね。あ、これ自体はそんなに学習 してないバージョンだけど、たくさん何回もやらなくちゃいけないから時間かかる感じです。うん、なるほどね。あとは、人間と会話する人工知能は作れますか？人間と会話する人工知能は作れますか？あ、今いろいろやってる人はいますけど、会話は結構難しくて、体を持たないと本当にいろんな会話をすることが難しいので、まずはちょっと人工知能が動ける体を持ってからいろんなことをやって学習するっていうのが必要になるので、ちょっとまだまだ先なので、しばらくはちょっと偽物っぽい会話、人工知能がほとんどかと思います。うん、あとは、人工知能を学びてるには学びにはどの程度マシンスペックが必要ですか？ああ、どの程度？でも最近だと Google コラボとかあるので、どんなマシンスペックでも Google コラボを使えば、使える範囲であれば Google コラボ使っていろいろ人工知能を学ぶことはできます。あ、そうだね。Google コラボなんか1時間だっけ？うん。なんかその使える時間が短いから学習が進まないけど、うん、まあ安いマシンでもできると。あ、でも1時間ごとにリロードをすれば12時間まで学習できるので。あ、そうなの？そうそう。使ってる痕跡があれば12時間まで。1時間でリロードするのすげえめんどくさいじゃん。そういうスクリプト書いて公開とかしてるので。あ、なるほど、うん、一応ちょっと宣伝になっちゃうけど、うちの会社のグループ会社でパソコン売ってるから、これ買うのが一番簡単なんだけど。あ、確かそれを言えばよかった、うん、あ、でもちょっと高いんだよね。あ、でも学生向けってまだあったかな、うん、なんか学生向けに安いやつがなくなっちゃったか、うん、まあもうなんか高いやつはもうなんか2000万円ぐらいのやつまであるからまあ一番安くて37万円、まあそんなに安くない、うん、からまあ Google コラボがいいね。 Google、うん、学生が Google コラボとかで勉強するのが多分良さそう。次ですね、報酬を設定する場所によって結果が出るまでの学習時間変わりますか？あ、変わります。だから学習時間をいかに短くするか、する報酬を設定するかが結構ポイントになってきます。うん、あとは今まで作ってきた人工知能の中で一番作るのが難しかったのは何ですか？ああ、でも完成しなかった人工知能もたくさんあります。実際にやってみたら難しかったみたいな。難しすぎたみたいな。うん。あ、そう。
例えばどんなの？あ、意外と画面が 3D のゲームはどれも難しくて、 3D ダンジョン的なのだと今自分の位置がこことここが見た目一緒だけどわからないみたいなことが多いので、 3D 系のゲームは難しかったです。ああ、そうだね。 あと多分、うん、まあでも、まあ、手法の問題じゃない。あ、まあそれもあるけど、結構マインクラフトもそれでだいぶ最初の宝取るのも大変だったの。うん、ああ。まあでも今マインクラフト結構その人工知能界隈で盛り上がりつつある気がする、ね。うん、まあ、まあまだまだ難しい。うん、今ちょうどやってる最中。うん、思うように学習できなかったときは一旦止めて状況を変えて再学習させるんですか？そうです。もう失敗の方が圧倒的に多いです。うん、まあそうだね。いつ諦めるかっていう問題だ。たくさんのコンピューター使って複数の仮説を試して、うん、良さそうなやつに絞っていくみたいな感じ。うん、なんかね、1週間経ったら急に良くなることもたまにあるので諦めるのがちょっと難しかったり。うん、そうね。うん、囲碁の学習で人間に勝つために何日ぐらいかかったんですか？あ、それは Google しかちょっとやってないので個人でやるにはちょっと難しいぐらいの。Google の論文だと、うん、なんか30日ぐらい学習させたって言ってた。あ、でもすごいマシンで、すごい。あの電気代だけで1億円かかるやつ。普通の人は使えないマシンなのであまり、ね、あまりこう時間の問題ではない、うん、パソコンでやったら多分何十年かかかっちゃう。うん、あとは、人工知能に人工知能を作らせることはできますか？今そういう研究でいろいろやってる人たちがいます、うん。実際人工知能が人工知能を作った方がいい人工知能になったりするんだよね。うん、あとは、今のホッケー学習のように実際にやらせるものと PC 上のシミュレーションを学習するものはどちらが多いんですか？あ、PC 上の方が圧倒的に簡単で、実際にやらせるとなるとたくさん障害があります。そうだね、それぞれ癖があったり、うん、人工知能に人の気持ちが分かるようになりますか？まあ、今のところ人工知能には魂がなくて、こういう入力にこういう出力ってだけなので気持ちは分からないんですけど、気持ちが分かったような反応する人工知能は作れるかと思います。うん、実際行われている PVP ゲームに参加させたら人間に勝機はありますか？ああ、でもそういうゲームだとうまく学習してるのであれば、でも人間に勝機あるとすればやっぱり想像力が今のところ弱いので、何か想像するような要素があるゲームであれば人間に勝機は全然あります。なるほど。ズームの質問で、どんな分野で AI が役に立ちますか？ああ、でも人間が繰り返しやってるような仕事のある分野では全部、将来的には、役に立つかと思います。古川さんにとって人工知能とはどのようなものですか？まあ、今のところはもともとファミコンでプログラミングを始めたのもあって、まあ、ゲームの延長上みたいな感じではありますね。うん、今開発途中の無人タクシーなどに人工知能を搭載したら無人タクシーの実現は早まると思いますか？うん、でも結構そのリアルなものにやるというのはなかなか難しいのですけど、搭載されれば早まると思うんですけど、事故をゼロにできないので、そこら辺がどうなるかみたいな感じかとは思います。うん、すごい、なんかみんな自動運転が人工知能と違うって思ってるんだね。うん、まあ、違うんだけどね。まあ、違うって思うんだけどね、うん、今のところ。あ、で、もう一つこれいい質問だね。人工知能との会話は難しいと言ってましたが、アレクサとの会話できてますが、これとは何が違うんですか？あ、アレクサの会話はまだ自分の経験に基づいたのではなくて、こういうのが来たらこういうのを返すというのを人間が、ルールベースで作っているので、アレクサが AI の部分は人間の言葉を文字にしたりとか、そこら辺に AI が使われているという感じになります。うん、まあアレクサでもそれなりに十分便利ではあるんだけどね。うん、まあ、ただなんか本当にじゃあアレクサとずっと話そうっていう感じにならないから、なんかそれは会話ができているようでできてない、会話じゃなくなって、うん、なんか音声による応答であって会話じゃないみたいな感じかね。うん、まあ、会話の定義により言いそうですね。そうだね。まあ、会話するボットみたいなのもあるにはあるけど、まだなんかあんまり完璧ではないというか。AI 同士を喧嘩させたらどうなりますか？どうな、結構それも喧嘩の定義によりそうで
ですけど、まあ、喧嘩をこうやってると喧嘩するっていうのを学習させればできますけど、何を勝利とするかみたいなのを決めないとちょっと難しそうです。うん、まあてか実際にその人口、さっきの強化学習のところでもなんか自分同士で戦ったりするから、うん、戦うっていうのは全然容易にありえし、うん、メジャーな学習方法だからね、喧嘩させるのは。喧嘩しながら強くなっていくみたいな。ああ、そういう意味であればそうです。あとはね、人工知能が人間を超えられる競技は何だと思いますか？人工知能が人間、今のところは、まあ、囲碁みたいに状態がもう固定されてるのは人工知能は勝てそうですけど、マインクラフトみたいにあれ作ろうみたいなのを自分で考えるのはまだまだみたいな感じにはなります。じゃあ実はある意味でさ、その表現学習っていうか表現芸術っていうか、なんか 絵を描くとかさ、話を考えるとか、なんか そういうのは無理だね、まあ、今のところね。だから、新しいことをやるみたいな、新しいことを自分で作り出すのは、まあ、全然無理だから、みんな芸術家を目指す方がいいみたいな。人工知能の危険だと思うと、危険性を教えてください。ああ、まあ、人工知能によって今までできなかったことができるようになるので、それで悪用する人が出てくるのが一番危険かとは思います。まあ、最近だと、ディープフェイクとかね。ディープフェイクの面白さってなんかわかんのかな。まあ、要はなんかその他の人の顔そっくりにする AI がすごい流行って、トランプ大統領に変なこと言わせたりとか、うん、で そうするとなんかもう誰が本当のこと言ってるかわかんなくなっちゃって、なんかデマとかが拡散する可能性があるし。まあ、これ左が本物で右が人工知能が作ったトランプなんだけど、全然わかんないもんね。うん。で、なんか顔を入れ替えたりもできるんだよね。まあ、だから誰かに違うこと言わせたりとかね、すごい簡単にできちゃう。これじゃない。これは左側の人の顔の表現を右側の人、これはプーチンだけど、だから完全にそのプーチンが喋ってるようにできると。で最近はね、声まで同じ声にできるんで、相当だからいない人の顔とか作るのすごい簡単。しかもなんか映画とかに出てくる CG よりもはるかに簡単にできちゃうから、死んだ役者とかも全然使えてしまうみたいな、そういう問題とか、あとはその偽のニュースを作るとか、なんかまあそういうことで結構社会に問題を起こすみたいな危険性は確かにあるかな。プログラムを書くエディターはどれを使っていて、どれがおすすめですか？なんだろう、自分はビジュアルスタジオコードが好きで使ってますけど、結構これはもう千差万別で、いろいろ使ってみて、ちょっと好みのやつを使ってくださいみたいな。まあ大体無料だからね。うん、まあ、ちなみに僕はサブライムテキスト使ってるけど、無料のまま。清水さんにとって人工知能は何ですか？まあ僕ね、僕にとってはなんかこう、なんだろうね、ものすごく興味があるものだし、やっぱりなん人間が今までやりたくてもできなかったことを実現してくれる、まあ、道具だと思っていいかな。うん、だから もし今の状況もなんか人工知能がもっと発達してたら、ここまで極端な外出リスクしなくても済んだかもしれないなとちょっと思ってますね。個人の判断能力を上げてくれるものなんで、まあ、要はなんかコロナにかかっちゃった人がなんか調子が悪かったら、なんか自発的にこう俺は外出ないようにしようとかね、なんかそういうことがなんかもっと簡単にできるはずなんだけど、今は残念ながら人工知能はそこまで発達してないんでできてないですね。あと Google ホームのような AI アシスタントは自分で作れるんですか？まあ、基本的には作れないものは何もないからね。利用して使った方が今のところ簡単なので、わざわざ作る意味がない、うん、
映画とか本の内容を理解させることは可能ですか？うん、結構理解という意味が何をしたら理解というかが難しいんですけど、とりあえずなんか質問すると答えを検索してくれるというのはできてきましたけど、それで感動するかどうかとか、そこまではまだ全然できてない状態にあります。そうだね。だから実際映画を人工知能に見せて、その映画の中で何が起きたかっていうことを質問して答えるってことはもうできつつあるけど、まあその理解っていうのはなんか多分ちょっとそれよりもっと深い話、うん、まあまあまだちょっとまだちょっと若いとまだ分かんないかもしれないけど、はい、スポーツでいうと監督と選手、人工知能はどちらが向いてますか？あ、将来的にはやっぱり監督みたいなアドバイザーが向いてるかと思います。うん、そうか、うん、うん、人工知能の開発にはどんな人が向いてると思いますか？とにかく新しいものが好きで、とにかくなんか、なんだろう、もう新しいものが来たらそれをやるのが好きな人が向いてるかと思います。結構スピードが速い分野なので、なんか論文読むのがめんどくさいとかだとかなり向かないかと思います。新しい本とか、うん、確かにね、なんか、うん、勉強が好きともちょっと違うんだよね、うん、新しいものが好きだね、確かに俺も、うん、とにかく今人工知能ってもう毎週のように新しいことが出てくるから、それ追っかけてるだけで面白がれる人じゃないと難しいかなっていう気がする、うん、AI の一番新しい育て方はどんなものですか？一番新しい、なんだ、やっぱり、あ、いや、ね、新しい育て方っていっぱいあるんだよねって思う。うん、まあ、珍しい育て方だと人間が言葉でアドバイスして育てるというのも最近出てきたりはしてます、うん、ただそこまでうまく学習できるかというと、まあ、まだアイデア段階みたいな感じになります。あ、俺がね昨日読んだ論文でね面白いのは、うん、なんかその翻訳するのに、なんだっけ、そのスラックにあげたら、翻訳するのに一回絵にして、あ、じゃあ一回絵の、だから、あ、英語を一回写真に変換して、その写真を日本語に変換、日本語というか他の国の言葉に変換するとうまくいくみたいな、うん、それを使わないよりうまくいくっていうのが結構僕が最近見た論文の中では面白かったから。とにかく論文がね毎月出るから、まあ下手さ毎日出るから、これか、うん、なんか大体こう想像できることは全て起きちゃうんだ。これでね、この、うん、このも文字から、じゃあなんか、あ、ブラックドッグ&スポッテッドドッグ、あ、ファイティング、黒い犬と、なんだ、猟犬が、戦っているっていう、この A の写真を学習させることによって、なんかこう、うまく、なんか、変換できるみたいな、まあ、そういう絵とその言葉の組み合わせとか使ったりとか、まあ、マルチモーダルって言うんだけど、まあ、そういうのとか、まあいろいろあるよね。ああ、雨はなんかだんだん時間なくなってきたな。AI に進むために今日からできることがありましたら教えてください。ん？ AI の道に進むために今日からできることがありましたら教えてください。あ、今日からできること。うん。うん。AI から今日から。まあ、まず本を読むことですかね。なんか AI でも最初から数学的な本じゃなくて、もうちょっと簡単な本からあるので、AI とは何かみたいな本をいろいろ読んでいって、徐々に難しい本にしていくみたいなのが一番いいんじゃないかなと思います。まあ、さっきのジェフ・ホーキンスの本と、うん、あれ一番おすすめで、多分専門知識なくても、プログラムの話全く書いてないからね、あれ。うん、数学も出てこないし。あれがいいかな。論文はね、英語なんだけど、論文はやはり英語で読むんですよねって言われたから、僕はね、基本的には、Chrome の自動翻訳で読んで、よくわかる、これ自動翻訳ミスってんなって思うところだけ英語で読むことです。ちょっとそれ見せようか。まず、論文を、多分ほとんどの人がそうしてると思うんだけど、やっぱ僕ら日本人なんで、で、まずね、ペーパー、ウィズコードっていうサイトに行くと。で、このサイトを僕は自動的に翻訳してる。日本語に、ほら、日本語になった。そうすると、
まあ、写真とかあると何ができてるのか分かりやすいし、ここをね、毎日見てるだけでも全然こう知識が増える。こういうことできるようになったんだ、みたいな。で、まあ、今これ、今トレンドは今話題のやつ。で、一番新しいやつっていうのは、まあ、これまたそれ見れる。で、なんか面白そうなもんがあったら、このコード、まあ、僕はコード先見ちゃうんだけど、コードに行って、で、コードを、これジュリアか。コードを実際に自分の手元で動かして、試してみて、勉強することが僕は多いです。古川君どうやったか知んないけど、どうやったの？いや、自分も全部翻訳で、Twitter も YouTube も全部翻訳オンにして、いろいろやってます。うん、別に英語、だって人工知能使ったやつが人工知能作るやつが人工知能使っちゃいけないっていう法律はないからね。どうしても人工知能は確率を追求しているだけに思えるんですが、確率を超える学習があるんですよね。ですよね、ですかって。うん。ああ。そこら辺が結構難しくて、うん、今の人工知能には全然魂というのが存在しないで、ただ単に計算式だけで答えが出るというやつなんですけど、それをどんどんやっていくと人間にどんどん近くなるっていうのがかなり不思議な話で、もしかしたら人間もそういう数式的なので全部できてるのかもしれないみたいな、まあ、哲学的な話になるかと思います。まあ、人工知能の研究の出発点がそもそも人間の知能って大したことない、うん、なくねっていうところからスタートしてるから、うん、あのだからこんな機械で置き換えられるでしょっていうふうにあの解釈することからスタートしてるから、まあ、どうしてもあのなんだろう、確率でできていることを否定できない。だって人間、まあ、例えば生物が本当に進化して進化を重ねて今の形になったんだとしたら、それ確率論で生まれたもんだから、まあ、一緒なんだよね。人工知能による翻訳がそのように発展してるんであれば、他の言語を学ぶ必要はないんでしょうか。ああ、どっちかというと言語を学ぶより本を読めるだけの能力をつけた方がいいかと思います。例えば日本語、日本人だからといって日本のなんか技術書を読めるかというと読めない人がほとんどかと思いまして、どっちかというと日本語でいいからいろんな本を読める能力をつけるというのが一番かと思います。そうだね。あと言語を学ぶことはあの決して無駄ではなくて、プログラミング言語もそうだけど、あのなんだろう、なんて言ったらいいのかな、他の考え方を知ることなんで、なんか学校でやってるみたいな勉強に意味があるかって言われたらちょっと分かんないけど、他の人たちの、まあ、どんなふうに考えてるか知る上では、言語を学ぶことには実はすごく大きな意味があって、僕は最近フランス語勉強しようかなと思ってる。コロナで全然できないから。AI がクリエイティブになることは最終的には可能なんでしょうか。今ちょうどそれを研究してる人たちがたくさんいまして、これ、まあ、今年にはなんかいろいろみんな発表とかあるんじゃないかなと思って期待してます。ああ、なるほど。うん。まあ、またちょっと時間オーバーしちゃったから、今日はこの辺で。皆さん、ちょっと、あの、じゃあ今日は古川先生、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しくてよかったと思います。じゃあ皆さん、また明日、明日最後の講義です。明日は、遠く、地球の裏側から、石井博先生があの講義してくれますんで、まあ多分中学生の前で喋ったことないと思うんで難しいかもしれないですけど、素晴らしい先生なんでぜひ参考参加ください。ではお疲れ様でした。よっ。